ロベール・ギラン、ロベール・ギラン、ロバート・ギラン1908年9月4日から1998年12月29日はフランスのジャーナリストでアジア、特に日本通りとして知られる。フランスのパリで生まれたギランは大学卒業後に1934年にフランスのアバス通信社、その後の AFP 通信社に入社した。入社後は本社勤務を行い、 その後ロンドンへ特派員として駐在し、さらに日中戦争の最中、中華民国の上海に派遣された。1938年には東京特派員、支局長として日本へ派遣され、日中戦争下の日本国内において活発な特派員活動を行った。1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が始まった後もフランスに帰国せず、 日本に泊まり活動を続けた。その後1940年にフランスがドイツの占領下に入ったものの、親ドイツのビシー政権が設立され、日本との間に良好な関係を保ったために、1941年12月に日本がイギリスやアメリカなどの連合国戦争状態になった後も友好国の特派員として日本で特派員活動を続けた。 しかし、1944年8月の連合国軍によるフランス全土解放とビシー政権崩壊に伴うシャルル・ド・ゴール将軍率いるフランス共和国臨時政府の設立と、これを受けて1945年3月9日に日本軍によって行われた仏領インドシナのフランス植民地政府に対する武力制圧、民豪作戦の結果、フランスと日本は交戦状態に入ったため、 その後公安当局によって他のフランス人と共に長野県軽井沢に軟禁される。1944年に東条内閣が行った中国人を除く非適正外国人を特定地域に住まわせる措置のためである。理由は防御用と新編保護のためとされた。また一部の在外交換も軽井沢に疎開されていた。 スイス、フランス、チェコス、スロバキア、オーストリアの公使館が軽井沢にあったという記録がある。同様に横浜在住の大使館員、商社員は箱根に移住させられている。終戦直後に解放された後には原爆投下後の広島や長崎の山上、さらに GHQ 指揮下における政党活動の再考などをレポートしつつ1946年まで日本に在住する。 一旦フランスに戻った後、再来日し、ルモンド氏の特派員として、日本に滞在し続けた。その後日本人女性と結婚し、日本を拠点に、インドシナ戦争やベトナム戦争、文化大革命を取材するなど、ヨーロッパ有数のアジア通りのジャーナリストとして、なお知られるようになり、その生涯を通じて、アジアの地で、ジャーナリスト活動を行う。だが、一方では、 著書、l a g l a u ジャポン、1947年において、神道を貶め、日本や日本人に対しても、血の毛が多い、野心に燃えている、傲慢、厚かましい、非合理的、自らの醜い外見と知能の愚鈍さを、自覚しているため劣等感に苛まれている、スパイ行為は、日本の病気あるいは国民的欠陥である、といった抽象をするばかりか。 連合国軍による日本への空襲さえ正当化するなど戦時中の日本を誹謗する二面性を兼ね備えていたことがレジスタンス出身の地日派で元パリマッチ特派員アルフレッド・スムラーアルフレートスモーラー1911年から1994年により暴露され親日的な他の著書を挙げて同じ著者とは信じがたいと驚いているまたスムラーはギランが 戦後の文切り型な日本観を広める一助となったこと、及びソビート連邦の人物と目される著者の回想録にあった偽りの証言を取り上げたことを強く批判しており、ギランの1947年、1979年、1981年の著書は日本についての多くの歴史的知識を伝えると、同時に潤沢な一国の経済に偽札を流通させるような、 こととをしていると書いていいいるる書晩年も日仏館を活発に行き来しつつ執筆活動を続け多くの著書を残した。1998年にパリの郊外の病院で死去した。没後、ギランも会長を務めていた日仏記者会はギランの功績を称え自らが主催するジャーナリストに対する賞をロベールギラン賞と改名した。 第二次世界大戦前夜から日本に拠点を置いて活躍していたギランは戦前から戦後にかけて起きた日本史に残る大きな事件のいくつかに重要な脇役もしくは当事者として登場している。1941年に発覚した日本最大のスパイ事件、ゾルゲ事件では主犯のソ連のスパイで ドイツの新聞社の特派員であったリヒャルト・ゾルゲのスパイ活動における助手のユーゴスラビア人のブランコド・ブーケリッチと同じアバス通信社にいた上、ギラン自身がゾルゲやその他の多くの関係者、その多くはヨーロッパ各国から派遣されたジャーナリストや外交官であったと知りであったことから関係者として事情聴取されている。 ギランは、ゾルゲ事件の当事者や関係者と近しい関係にあったものの、祖国を侵略したドイツの記者のカバーで活動していたゾルゲとは微妙な関係にあった上、ゾルゲの本当の祖国であるソ連、そして共産主義を嫌っていたため、事件に連座することはなかった。また、ゾルゲやドブーケリッチが逮捕されるまで、彼らの真の姿を見破ることはできなかった。ただし、ギランは、 ブーケリッチの記者としての能力や人間性を高く評価しており、戦後、ブーケリッチが諜報団のメンバーであったことが疑う、余地のない事実と知った後も、私のブーケリッチにする気持ちは変わらなかった。中略、ブーケリッチへの友情に加えて、その時私は、彼が身をもって、証を立てた勇気に、三憺の念を覚えたのだった。たとえ、ブーケリッチのコミュニストとしての心情は、 絶対に受け入れられないということはあるにしてもだと記している。また、第二次世界大戦勃発直後、ゾルゲにドイツがフランスと開戦したことへの沸満をぶつけると、その後ゾルゲに食事に誘われ、その席で、ゾルゲから私は戦争を憎む。あらゆる戦争を憎むと苦悩した姿で告げられたことを記している。ギランは、ゾルゲとその協力者について、 ゾルゲとその部下の長方網は、ヒトラーの独裁に行し、自由のために戦ったのだ。中略確かに私は、共産主義を嫌をするが、共産主義者のゾルゲが自由の擁護者であった時も、あるのは認めなければならない。さらに私は、ブケリッチもゾルゲも、私を彼らの闘争の圏内に引き入れようとしたことは一度も、なかった明言できる。つまり、彼らが私に、 スパイ活動をさせようとしたり、共産主義に引き入れようとしたことはなかったのだ。中力彼らがスパイであり、共産主義者であったことで、彼らの勇気と犠牲に対して、私の抱いている惨憺の念が陰ったことは、全くなかったと評価している。ギランは、戦後になって、自らとゾルゲ事件との関わりを辞書で証言している。ほか、日本経済新聞や NHK。 歴史への正体をはじめとする多くのメディアでも証言している。終戦後、軽井沢から解放されたギランは、上記のブーケリッチを救出するために、政治犯が収容されているとされる、刑務所を探していた。藤原春雄から徳田九一、滋賀吉浦が、府中刑務所の予防抗菌所に収容されていると聞き、別の記者と連れ立って、米軍の証交服を身にまとい、府中に乗り込んだのである。 これが10月1日のことであった。その記者とは a f p 極東支配人のジャック・マルキューズ、ジョック・マルクーゼとニューズウィーク氏特派員のである。ギランダのインタビュー記事が10月4日に GHQ が発した人権指令につながることになる。なお、滋賀吉雄の回想ではニューズウィーク氏の記者はウィリアムズとなっている。その後10月10日に GHQ により、 共産党員を含む政治犯は釈放されることとなる。ディランは、京都が空襲を受けないよう進言したのはであると報じたため、フランスではこの説が信じられたことを、平川助博が実書で紹介している。ルノンド王は、ポール・クローデルに仕えたことのある武官で、日本語に堪能だったが、ヒューガワは、フランスの一軍人の意見が、米軍中枢に届くはずもないとしている。 田中角栄の秘書を務めた早坂茂造は1970年昭和45年に自民党幹事長だった田中をキーランが取材した際のエピソードを紹介している。早坂によればインタビューは東京平川町の自民党本部4階幹事長室で行われた。インタビューの最中、日米安全保障条約の自動延長をめぐり自動延長反対。 安保条約破棄を目指す学生のデモ隊が、シュプレヒコールを挙げて、ジグザグ行進を繰り広げていた。幹事長室の窓からデモを行視していたギランが、あの学生たちをどう思うか、と田中に尋ねたとろ、田中は、日本の将来を背負う、若者たちだ。経験が浅くて、視野は狭いが、真面目に祖国の先行きを考え、心配している。若者は、あれでいい。麻雀にふけり、 女の尻を追いかけ回す連中よりも信頼できる。彼ら彼女たちは間もなく社会に出て働き、結婚して所帯を持ち、人生が一筋縄でいかないことを経験的に知れば物事を判断する重心が低くなる。私は心配していないと答えた。そして学生時代共産党員だった早坂を指さして、彼も青年時代連中の旗頭でした。今は 私の仕事を手伝ってくれていると話をつなぐと、ギランは、ウィムシュと微笑み、早坂は仕方なく苦笑した。アジア、特に日本についての著書を多く出している。和訳されていないものも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。